き物の不思議、水族館の裏側を探るワクワクマリンピア。さあ館長、はい、今回はどういうことを学ばせていただけるんでしょうか。今回は水族館ならではのことなんだけど、はい、海とか、はい、川とか水の中に住んでる生き物を飼ってるわけですよ。そうですね、なので水からその生きていくのに必要な条件を満たすような環境を作り上げていかなきゃいけない。綺麗な水の中で魚とかが皆さんにご覧いただけるというので、その水をどのようにきれいにして作り出しているかをテーマにしたいと思います。水族館ってやっぱり魚をメインに見ちゃうので、うん、水に注目するってなかなかなかったですね。そうですね。今回は水族館の裏側、生き物たちにとってとても重要な水にスポットを当てます。水槽の中に当たり前のようにありますが、一体どこから来てたどり着いているのか、そしてどのようにしてきれいな状態を保っているのか、水族館の貴重な裏側を徹底調査します。水族館では生き物が過ごしやすく観察する方が見やすい状態を維持するために水をろ過してきれいに保ちます。マリンピアでは映像で分かりやすく海水がろ過層を通ってきれいになる仕組みや、ろ過層の断面を紹介する水族館の水について学ぶことができるエリアもあるのでチェックしてみてください。ここで館長から実際にろ過で使っている砂と砂利を用意していただき、ろ過層に見立ててある実験を試みます。実際にここに泥水を準備してるんですけど、これがきれいになるかどうかを試してみようと思います。はい、透明コップの中に隙間がないくらい大きめの砂利から砂まで順に入れ、いくつもの層を作ります。じゃあこれからろ過しますけど、これを松本さん持って、はい、これを持って、はい、で砂を通ってきた水がここに溜まるようにしたんで受けて、ここに、じゃあこれ同じ色してるんでどっちでもいいんですけど、これ入れますね。はい、さあうまくいくかどうか。この汚れた水を今水が入りました。さあ、ちょっとずつ水が出てくるかな。果たして水はろ過されきれいになったのでしょうか。あ、一滴、あ、あ、出てきました、出てきました。すぐにこんなきれいな水が出てくるんですね。はい、全然違いますね。きれいになった。はい、まあ、これきれいだけどこのまま飲めたりするわけじゃなくて、はい、まあ、普通は煮沸したりとかで殺菌をして、これはあの実験は物理的にきれいにするっていう実験です。さて、マリンピアを飛び出し2人が向かった先は目の前にある日本海。実はこの海水こそ水族館の水槽の中に送り込まれる水となっているのです。あ、ちょうどあの白波が立ち始めてるぐらいの時かな、はい、あの辺の海の中から水をこのパイプを使って、この黒いパイプですね。そうそう、この下にある黒い配管のパイプの中を水が海からこの陸に上がってきて、この建物の地下に一回溜めます、はい、海水がこのパイプを伝ってこの地下に今あるっていうことなんですね。だから今見るとちょっと白くなっちゃったけど、相当あの泥が舞い上がって海水も汚れてると思うんですけど、そうですね、こういう、まあ、この時期冬ってやっぱり雪とかで雨とかで濁りますもんね。海水は着水槽に入れた後、大きなゴミを取り除きます。それをポンプでまた水族館まで、その地面の下をパイプが通っていて、また何百メートルも送ってるんですけど、で水族館の敷地の中に入ってからろ過器の中を一旦通って、それで水を溜めるところに海水が溜まっていると。水族館の地下に溜まってて、でそれをまたてんぺんまで上げて、本館の建物の一番上まで上げて、いろんなところに配ると。海水を水族館まで送り出す作業は
それぞれの役割がとても重要となってくるんです。続いてやってきたのが水族館の仕組みでモデルとなっていた実際のろ過器の前。海の水を最初にきれいにするとか、ここで海水がきれいになっていくという場所。そうそうそう、きれいになった海水が取れるかな、はい、ここで館長自らろ過器の中の水がどうなっているか見せていただくことに。ここが、これが、あ、水が出てきた。きれいになった水がこれです。あ、確かに透明、すごくきれいな水、うん、これが今海から汲んで浮かされた水。おお、ここが出るのか。ここで確認とかはするんですか？そうそうそう、ここで水質見たりとかしてます、はい、ろ過器の中を通った水は地下の水槽にため、ポンプで屋上にある放置水槽に上げた後はそれぞれの水槽にきれいな水が補給される仕組みとなっています。海から水族館の水槽にきれいな水が入るまでいろいろなところを通ってきているのがわかります。ここで水槽の中の水をきれいに保つためもう一つの重要な作業を見せていただけることに。さあ館長、これから何が行われるんですか？はい、ここはね、ろ過槽が並んでるところなんだけども、はい、まあ、重力式って言ってさっきのカプセルとはちょっと違う形で、はい、まあ、ゆっくり自然に水をろ過しているろ過槽なんだけど、このろ過槽を今から逆線をしてみます。はい、逆線とはろ過槽の中の水を通常とは逆方向に流し砂の中の汚れを取り除く作業のことを言います。一旦水をすべてなくしてから逆線作業は始まります。今逆線しました。わー、おーおー、結構濁ってますね。一気に水の量増えてきました。湧き上がる水や汚れた泡の中には糞や有機物が含まれているので汚れた水を排水することで綺麗なろ過槽になるんです。館長、今回は水槽の水について注目してきましたけど、知らないことたくさんでしたね。そうですね、はい、水族館で生き物を飼うためにやっぱりすごく大規模に、ある意味水処理というかね、水を汲んで綺麗にして汚れたものをまた洗って排水してっていうことを繰り返している。例えば海岸歩くと、はい、海岸って砂浜があったとしたらそこ水がこう波で来たり行ったり来たりしてるじゃないですか。あ、じゃああと流されたり流したり、うん、であの時にその砂浜にやっぱりろ過細菌がいっぱいいるんですよ。 で酸素をたくさん含んだ水が海水がその上をこう流れることによって生物録音してるんですね。今回その砂浜の大切さまで学ぶことできましたね。まあ、水族館で生き物を飼うのはどうしてもエネルギー電気を使ったりとか人の手間があったりとか機械が大規模な設備があったりとかっていうんだけど、まあ、それを一生懸命やってるのを自然は自然にやってるということも分かったと思います。大事にしていきます。お願いします。